あ、よろしくお願いします。じゃあ今から発表させていただきます。沖中と申します。そうですね、今回は、まあ、ちょっとプロダクトが最後まで完成してないんですけど、こういうことしたかった、こういうことしてますっていうチャレンジの過程をお話できたらいいと思いますので、よろしくお願いします。まず僕なんですけど、沖中ガイコスという名前で、この左側、この左側の QR コードでツイッターやってますので、よかったらぜひフォローしてください。で、僕はスーパー、約50万人ぐらい従業員がいるスーパーのところで働いてます。でですね、IT とかデジタル全然詳しくないんですけど、まあ、あるセミナーきっかけでちょっと勉強するようになりまして、LINE がすごい好きになりました。ただ、自分でコード書いてればできないんですけど、まあ、コピペしながら、去年はですね、こういったクラウドファンディングにも挑戦して、まあ、LINE で画像を送ったらアルバムが自動でできるみたいな、ウェブアプリケーションを作ったりしました。で、教頭の方見たら、みんなチャット GPT 使ってたんで、こいつ API 知らんのかなって思われたら恥ずかしいと思ったんで、無理やり最近作ったやつを載せてみたんですけど、一応 API 的なこともちょっと分かってて、こちらの QR コード、もしよかったら見てほしいなと思います。お、ちょっと待ってますよ。戻りますね。はい。これはですね、サザエさんとリンクというか、サザエさんのプロンプトを使って、なんか言葉を入れると、3話分、ちょっとカオスなタイトルを考えてくれますっていうプロダクトを作って、まあ遊んだりしてました。はい。なんで、もしよかったら、興味ある方はぜひ見てください。よろしくお願いします。で、本題なんですけども、僕ですね、約50社ぐらいの会社をまとめる、その上にある会社、まとめる側の会社で、教育系の部署についてます。でその何十社 のニュースリリースのサイトがあるんですけど、そこで毎朝出勤のたびに、どこのサイトが更新されてるかとか、その会社の最新情報を得なきゃいけなくて、まあ、それがすごい面倒いなと思ってました。で、僕、この部署に就いたのがこの冬ぐらいだったので、これを LINE で見れるようにしたいなと。で、まあ、一つはその便利だなっていうのもあったんですけど、もう一個やっぱ沖中さんすごいねと、あ、そんなもん作れるんだって言わせたいなと思って、LINE で送れるようにしようと、これを作り始めました。で、いろんなツール使ってみたんですけど、なかなかうまくいかなくて、特にこのハテナアンテナとか Google アラート、ちょっと有名、使ってる方は使ってると思うんですけど、更新したら通知が来るツールなんですけど、なかなか正確性とかに問題があって困ってたんですが、その中でですね、このディスティルウェブモニターっていうツールに出会いました。これすごく便利で、ここの部分の更新があったら通知するっていう、この UI の要素もすごく簡単に設定できるし、まあ、通知もその都度来るしということですごく重宝していて、ここからですね、データを更新さ、ウェブサイト登録しておいて、データが更新されたら Gmail に来て、そこからガス使って LINE に通知するというシステムを作りました。これで20個ぐらいのホームページを監視して、まあ、チームメンバーにもですね、すごく好評いただいて、これは便利だということでいろいろ使ってて、まあ、完璧ですと。ということで使ってました。左みたいな感じで、これちょっとグループ分かっちゃうんですけど、更新されたら来るみたいなことをしてました。ですけど、途中ですね、途中から通知が来なくなって、なんでかなと思うとですね、これ月に30回っていうメール通知の制限があって、まあ、ここに阻まれてしまいました。で、すごく便利って思ってくれてた分、すごいがっかりも多くて、せっかく使えてたのにっていうことでいろいろ残念な声をもらったんですけど、やっぱ自分で作りたいなと思って、いわゆるこういう AI さんとかにいろいろ助けてもらってたんですけど、結局やっぱ僕作りきれなくて、今まで自分でコードとかなかなか書けなくてコピペしてかしてこなかったので、この辺ですね、なんかを書き換えたりとか、A が起きたら B みたいなことはできるんですけど、なんかを組み合わせたりとか、そこがどうしてもできなくて、ダメだな、できないなと思ってました。でもなんとか作り上げたかったんで、この二人後ぐらいに登壇する、神様みたいな人がいるんですけど、その人に相談すると、作れるよということで作ってくれて、こんな感じですぐ作ってくれました。で、これどうやって作るんですかって、まあちょっと恐る恐る聞いてみたら、まあ案の定、すごい複雑なコードで書いてくれてて、あ、やっぱこれ自分にはちょっと手の届かないもんだったのかな。普段ちょっと画素を触ってるぐらいなんで、こういう難しいコードされるとやっぱできないなと思って、まあ、自分のできる範疇のことじゃないんで諦めようかなと思ったんですけど、まあ、せっかく書いてくれたっていうのもあるし、何よりやっぱ自分がこれだけは作りたいなっていう気持ちがあったので、ちょっと教えてくださいということで、まあ、さっきの天井ビタみたいな方に今習っているところです。ということで、やっぱみんなすごい喜んでくれたんですよね、最初のプロトタイプ作った時。で、そこですごい喜んでくれた顔もあるし、やっぱこれはなんとか自分で作りたいっていうものに、このツールというか、このシステムは作りたいなっていう気持ちがやっぱすごい溢れてたので、まあやらず嫌いをせずに、今回こそはですね、
先のコード学びながらやろうかなと思ってます。で、今後も絶対これは作り切りたいので、また次の LT でこういうふうに解読できました、完成しました、あと作ってますっていう話をしたいなと思うので、また呼んでもらえたら嬉しいなと思います。で、今日言いたいことはですね、多分、ここに来てる方は違うと思うんですけど、コピペだけでやってる方とか、ノーコードツール使ってる人たくさんいると思うんですけど、なんかこれだけは作りたいなっていうものに出会ったらですね、そこは食わず嫌いとかやらず嫌いせずに、勉強してみるっていうのは大事だと思います。どうしても自分の作れないものに当たったら、あ、まあこれ作らんでいいかとか、作りたくなかったのかもとか、自分の気持ちをこう整理したりしちゃいがちだと思うんですけど、本当に作りたいものを探すっていうの大事だし、作りたいものが見つかったらですね、ぜひ作っていってほしいなと思います。ということで、最初のタイトルに戻るんですけど、LINE で、いつかそのうちきっと先のツール、この毎朝のホームページ巡礼をしてくれて、更新があったら LINE に来るっていう通知のシステムを作り切りたいなと思うので、またまたぜひ呼んでください。はい、発表は以上です。ありがとうございました。